まーる、まるまる、まるに一票。静岡県の素晴らしさ、浜松市の素晴らしさを多くの人に知ってもらおう。観光というのは光を見る、その地域の希望を多くの人に見ていただく、魅力を知っていただく、それを学び、そしていよいよ公明党の地域となって、さらに政策でその思いを実現していこう。2期8年走り抜き、3期目の挑戦となりました。もう一つは、まるさんっていい名前だな、子供たちは丸いものを見て安心する、だから絵本の中でも丸いキャラクターがとってもヒットすると言われております。お人柄も丸くて素晴らしい候補であると私は実感をしております。私は今回の選挙は非常に重要であると実感しております。長引くコロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略、物価高騰、どこを見ても大変な時代に私たちは生きております。未来を託す子どもたちに、この素晴らしい浜松を困難を乗り越えていかに託していくのか、今踏ん張り時の浜松をどう明るい方向に向けていくのか、仕事をする議員を選んでいただく、それが今回の選挙でございます。その今浜松市 の新婚生活においても、今までは世帯の収入が400万までの、こういう制限があります。要は所得が少ない人に補助しようと。でもやはり、もう少しアップしてくれということで、令和5年度は世帯収入500万まで拡充することができました。まあ、そういったことで、また皆様の お知り合いの方とか、これから浜松市で結婚して住むという方にはですね、また一声お声かけいただいて、お問い合わせをいただければと思います。まあ、そういったことで、若者を支援していくことが、巡り巡っては高齢者の福祉の充実にもなっていくということもご理解をいただきたいと思っております。まあ、何はともあれ、さまざまな政策は皆様の声から生まれてまいります。これからもしっかりと皆様の声を聞いて、それを形にして市政に届けて、予算要求をして実現していく。まあ、そのためには、まあ、3期が一人前だと言われている通り、皆様のお力でぜひ3期議会の方に送り出していただきたい。大変厳しい今回の中区の選挙戦です。皆様の、またさらに向こうにいる方にも、もう一票、もう一票、そしてできるなら期日前投票をぜひ進めていただいて、私を丸秀幸を再度議会の方に送っていただけるようお願いを申し上げ、今日こと和合の上の駐車場でご挨拶とさせていただきます。最後の最後まで頑張ってまいりますので、皆さんのご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。戦ってまいります。ありがとうございます。まーる、まるまる、まるに一票。